はい、こんにちは、ね、マロです。今日は、ね、家の中から撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、曇りですね。台風13号が接近しているようなんですけど、雨が降る様子はないですね。今日はね、9月7日ですね、木曜日ですね。ちょっとね、蒸し暑いです。ちょっとジメジメかな。はい、今日のテーマなんですけど、この技昨日やって副作用が出てきましたって、ね、まあ、副作用とお話です。まあまあ、あのね、昨日ね、放射線治療スタートしました。4回目です。で、自宅、在宅で投与なんで、入院せずに、まあ、家にいるんですが、前回からね、シスプラチンからオキサリプラチンというね、抗がん剤に変わりまして、在宅でできるようになったんですけど、まあ、それのね、こう、副作用がね、ちょっと出てきています。あと、オキサリプラチン、と併用でね、フルオロウラシスっていうね、こちらの抗がん剤もね、一緒にやってます。で、現在ね、そのフルオロウラシスの方が、僕はね、キューブ、こういうポンプ、中にね、風船が入っていて、まあ、見るとね、こんな感じで僕がつけてるんですけど、これがね、終わるのは、多分明日のお昼前ぐらいに終わるんじゃないかなと思っています。で、自分で針を抜いて、しっかりとね、袋かなんか入れて、医療廃棄物なんでね、病院に持っていかないといけません。全部自分でやります。で、まあ、がんの抗がん剤の方なんですけど、副作用がね、出てきました。で、昨日からね、もう手のしびれとかね、副作用で、早速ね出てたんですけど、オキサリプラチンもね、シスプラチンも、こう体にね、金属をね入れているので、重金属なんですけど、プラチナ系の抗がん剤なんでね、体に溜まってくると、こう末梢神経がね、こうビリビリするっていうね、感覚が起きてきます。で、冷たいものとか触るとビリビリ。昨日の段階で、ね、冷たい水道水、普通の水道水でもね、ちょっとビリビリしたりする感じがあったんですが、そんなに気にならないので、まあ、それは僕は気にしないんですけど、今日あたりから、やっぱりだるさ、倦怠感がすごいですね。で、食欲は全然落ちてないんだけど、百食がね、止まんなくなっていて、で、これはね、吐き気止めの薬の影響、点滴昨日受けた段階で、最初に吐き気止めをね、かなり強く入れてると思います。で、アロキシとデカドロンっていうのはね、多分入れてると思うんで、どっちかだけなのかな。で、その影響でね、百クリが出ます。で、今ぐらいに出てきたんで驚いてるんですけど、百クリ止め飲んだんだけど、あんまり効かないんですね。まあでもしょうがないから、まあこのままでいくんですけど、あとまあ体のだるさがね、ちょっとあります。今さっきね、ドラッグストア行ってね、食器用洗剤買ってきたんですけど、まあ帰ってきたらやたら疲れるし、今ちょっと休んでね、元気になりましたけど、この後ねちょっとまた疲れやすいのがしばらく続くんじゃないかなと思います。はい、まあこの後ね、まあ抗がん剤終わっても多分だるさはねしばらく続くと思います。まあ食欲が落ちてないっていう話をさせていただいてるんですが、まあそれがね一番救いかなと思って、体力がこれで落ちなかったりするし、あとまあ一応抗がん剤投与してるので、水分をねなるべく多めに取ってくださいっていうことなんで、水とかお茶とかね、いろんなものを水分を取りかなり取らないといけないかなと思います。もちろん食事の方もね しっかり取っていかなきゃいけないんですが、まあ食べられているし、今朝もね、ちゃんと、食事できていたし、さっきパン買ってきて食べたりとかね、いろいろしてますんで、まあまあいいかなと思いますけど、ただね、血圧が多分ね、下がってると思うんで、立ちくらみがあります。寝てていきなり起き上がると多分また倒れちゃうことがあると思うんで、一回、起きるときね、寝てて起きるときはね、一回座り直して、それから立ち上がるようにね、しないとね、まずいかなと考えています。
はい、まあ、これからの予定なんですが、明日ね、まあ、抗がん剤終わります。自分で、ポンプの方、自分で注入して、で、外していくっていう形で点滴が終わるんですけど、で、その後ね、まあ、普通に生活したりしてるんですが、まあ、多分ね、そんなに、今、ここのところで、そんなにね、ダメージが負ってないようなんで、そんなに前よりはひどくならないかなと思うんで、予想ですけど、明日になったらまた余計具合悪くなってくるかもしれないんだけど、ちょっとその辺はね、未定なんですけど、この分だと多分これ以上ひどくならないかなと思うんで、しっかりね、まあ食べて、で、適度に運動して体力を温存しながら、20日にね、5回目のね、抗がん剤をスタートして、それで、今回のね、抗がん剤は一旦終了になります。で、その後ね、まあ、医者とどういうふうに、ドクターとね、どういうふうに、この先進めていくのかっていうのは相談ですけど、まあ、がんがどこまでね、抑えられているのかとか、ケアできてるのかっていうことをね、見てからの判断だと思うんで、ちょっとね、今どうなるってことはないんですけど、まあ、今月中にね、まあ、終わるので、10月からね、ちょっとまた活動できるかなと思います。はい、すいません、ちょっとドリンク飲ませてください。お茶です、お茶。いただきます。これグリーンティーですけど、なんか、お茶がね、非常にいいなと思って。お茶もね、なんかカフェインがね、結構多いんで、ね、夜眠れなくなるっていう話も聞くんですけど、僕の場合ね、カフェインが不足してると、ね、落ち着かなくて眠れないんですよ。だからカフェイン補給して、落ち着いてゆっくり寝るっていうことが、ね、できるんですね。だからなんかコーヒーとかね夜中に飲んだりとかしてるんです。これ結構ね前からそうなんですけど、最近ねなんかコーヒーもねだいぶ飲まなくなっちゃったんですけど、まあ、たまにね入れて飲んでもいいのかなと思います。なんかね お茶とかあとなんか野菜ジュースとかなんなん飲んでたりするんですけど。でうちにブレンダーがあるんで、野菜をぐるぐるやって、なんかゴーヤとかああいうのでジュース作ったりできるし、ゴーヤだけだとまずいんで、ちょっと甘めのなんかね、こう、さっぱり系の野菜とかと混ぜてもいいのかなと思いますけど、まあそんなことはね、奥さんが、ね、結構やってくれてますね。はい、まああとね、まあ、体力的にね、だいぶ戻ってきたんで、動けるようになりました。あともうちょっと体重増えてくれるとありがたいんで、あと2キロぐらい増えるとね、50キロ行くか行かないかぐらいの感じになってくんで、そうするとね、もうちょっとパワーがつくのかなと思いますけど、まあまあまあ、今ちょっとね、また昨日の抗がん剤の影響でやっぱりちょっとね、疲れやすくなくて、だるいっていうのもあるんで、それもね、またリカバリーうまくできていける、といいなと思います。で、やっぱりね、家族と一緒にいて、僕のできないことをね、家族がやってくれてるんですごくありがたいと思うし、僕は今自分ができることをね、ちゃんとしっかりやっていかなきゃいけないかなと思っています。で、やっぱり一人でいるより家族がね、いてくれた方がね、すごく助かります。だから家族にはね、すごい感謝しています。それはね、とても大事なことかなと思いますけどね。まあ明美さんもね、うちの娘も、なんかやっぱり、僕が早く元気になったらね、遊びましょうねっていうお話をします。まあ、4歳でね、そんぐらい言ってくれるんですごいなと思って、まあ僕が病気だっていうこともね、ちゃんと認識してるし、なんか、子供ながらね、意外と、まあ、気使ってくれてるななんてね、思いますね。はい、まあそんなわけで、ね、ちょっとね、また副作用がね、出てきたということで、これ以上ひどくならないといいんですけど、なかなか難しいなと思って。ただね、まあ歩いて行かれ、どこにも行かれるので、そんな大変じゃないかなと思いますけど、なんか、重いもん持ったりするとちょっと嫌だかな。ね、なんかそういうふうに思いますけどね。はい、最後に見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。
このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。